こんにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。今回もですね、サウさんにお越しいただいております、はい、お願いします。お願いします。おかげマンディリという日本語学校を運営しておりますサウギと申します。よろしくお願いします。お願いします。インドネシアの送り出し機関、ね、そうですね、送り出し機関です、ね、はい、主に技能実習生を日本に送り出して管理しております。そこでちょっと1本目でですね、はい、お聞きしたのが、そのインドネシア の, その実習生の方を現地で教育をしているというところで、はい、そこでちゃんと日本の生活習慣も、日本語だけじゃなくて、はい、生活習慣も教育してるから、ちゃんとルールを分かった上で日本に来てる、うん、だから大家さん割と安心ですよと。間違いないです、はい、ぜひ受け入れてください、外国人の方を受け入れてくださいというところなんですけども。そうですね、はい、まあ、そうは言ってもですね、はい、そうは言ってもやっぱりちょっとですね、この気をつけた方がいい、事前に対策がした方がいいんじゃないかっていうところの、はい、まあ、ポイントみたいなのをですね、ちょっとお聞きできればというふうに思っているんですけれども。そうですね、まあ、まず一つ目として挙げられるのは契約書をしっかり固めることじゃないですか。ああ、そうですよね。これは多分どの国に対しても言えるのかなと思って、はいはい、こうなった場合こうするの契約書、うん、約束の部分を、ね、まとめて対策するのがいいのかな。そこら辺は逆にどうですか、渡辺先生。はい、そうですね、うん、ただなんとなくその契約書ってかなり難しい日本語で書いてあったりとかするんですよ、はいはい、そこら辺をちゃんとなんか分かりやすく、分かりやすくっていうところで、だからそこら辺はなんかちゃんとインドネシアの言葉でちゃんと翻訳して、注意点とか、あ、そうですね、それも一つの対策として挙げられますね。そうですよね。前回の動画でも申し上げたんですけど、契約してるのは大体企業さんが多いので。ああ、確かにそうですね、はい、なので企業さんにしっかり伝えれば、はい、逆に企業さんから私たちのようなところに、うん、あ、こういう部分伝えてくださいというふうに降りてくるので、そこら辺も問題ないのかなとは思います、うん、そうですね、はい、確かにそうですね。特定技能という在留資格だと外国人本人が契約したいという場合もあるので、うん、その場合確かに翻訳してあげたい、翻訳してあげるというかしっかり伝え、まあ、特定技能の場合でも登録支援機関という管理するものがいるんですけど、うん、そこに伝えれば問題ないと思います、うん、なので注意点があるのでこれをしっかり外国人に伝えないってほしいですっていうふうに言えば多分対応してくれるので問題ないと思います、うん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 、そうですね、はい、ちゃんとその契約書に盛り込んでそれをちゃんと伝えてもらうっていうところが、ね、念押ししていただければ、はい、あとやっぱりちょっとよく聞くのがですね、うんうん、その勝手に同居人をいっぱい連れてくるみたいなのがいますね、はい、いるかなと思うんですけど、はい、そうですよね。それに関してはどうなんですかね、はい、うん、定期的に、まあ、そこも、うん、まあ、契約だとは思うんですよね、うんうん、勝手に済ませてはいけないとかっていうところだったりとか、はい、同居人が増える場合は必ずこの連絡をしなければいけないとかっていうところにはちゃんと契約書の中に書いてあったりするので、うんうん、そうですよね、うん、定期的にチェックしに行く必要ありますね、うん、まあ、同居人が増える上で不利益っていうのは多分騒がれることですね、うん、そうですね、そこですよね。そうですね、騒がれるじゃ確かに困るので、うんうん、そこの対策はやっぱり私たちのような学校がしっかり日本文化の教育をするっていうのも一つありますけど、うん、やっぱりチェックしに行くっていうのがありますね、うんうん、あ、ちなみにそのインドネシアとかでこういったその共同住宅みたいなのってどうなのか、うんうん、日本と違うのかなって、やっぱり日本って狭いんですよね、はい、狭いので、うんうん、とかあと木造が多いんで、そうですね、音が響きやすいっていうのがあるのかなと思うんですけども。そうです、インドネシアの都市部とかでももちろん本当にコンパクトになって、うん、結構周りの音がガヤガヤ聞こえたりはするんですけど、うん、まあ、東南アジアは割とそれが受け入れられるような文化っていうのもありますが、うん、全然やっぱり夜になるとみんな自粛してしっかり夜は寝るっていう文化も根付いてるので、うん、そこまで大きな懸念点にはならないのかなとも思っています、うんうんうん、まあやっぱりそうですね、同居人増えて夜ガヤガヤしたら困りますよね、誰でも。そうそうです、はい、やっぱりその周りからクレームが来るのがやっぱちょっと嫌、うん、はい、です、はい、私も嫌です、夜うるさくしたらそうですよ、はい、はい、まあそこはね、うん、契約者にもし企業さんだったら、うんうん、その企業に直接連絡して、うんうん、お宅のこの夜、うん、
うるさいから何とかしてくれっていうふうに言えば、企業さんからその雇用している外国人に対して指導がいくと思いますので、まずはそういうふうに注意してみるのも一つの手かなと思います。うん、そうですよね。やっぱりその裏側にというか、やっぱその企業さんがいるんで、はい、そこは安心です。はい、そうですよね。バックにやっぱり就労先の企業さんがいるんで、なるほど。でしっかり、ね、そこの契約書を巻いて、そのやっぱその企業さんとのコミュニケーションっていうところですね、はい、そうすると。そうですね、そこ大事だと思います。で、企業さんも企業さんで、うまく、その、実習を行っていれば、もう、どんどん新しく、1期生、2期生、3期生というふうに、どんどん呼ぶんですね、外国の子を。そうなると、大家さんにとっては、もう安定的にそこが借りられるっていうメリットにもなると思うので、積極的に外国籍に貸していただきたいっていうのが、胸にありますね。なるほど。はい。逆にその要望みたいなのあったりしますかね、その大家さんに対してなんかこうしてほしいとか、はい、なんか家具家電みたいなのをなんか置いててもらった方がいいみたいなのがあったりしますかね。確かにありますね、やっぱり技能実習生として来るとき、もちろん家具家電っていうのは本人たち買えないので、買ったり用意しにくいので、それは企業さんが用意するっていう義務になってるんですね。そういう法律になってるんですよ。だから大家さんサイドとして、まあ、あらかじめ洗濯機、冷蔵庫とかそういった基本的な大きな家具ですね、を中古でもいいので据え置いとくと、まあ、企業からしたら、あ、ここも用意されてるからもうここをちょっと使いたいなっていうふうに、入居できないかなっていうふうに問い合わせ増えたりする可能性もありますね。なるほど。もうやっぱり技能実習生が増えていくにあたって、そういった需要は伸びてくると思います。そうですよね、はい、いちいち企業さんが、はい、その家具家電を買い揃えたりとか大変ですからね。確かにそれはあるかもしれないですね。はい、なるほど。で、あと、で、1本目でお話しあった、その、匂いっていうところ、ね、はい、料理の匂いっていうところが、心配な方は、なんかね、空気清浄機みたいな、はい、強力な空気清浄機みたいなのを置いておけば、いいってことですかね。問題ないと思います、それもしっかり契約書に盛り込んでいた方がいいです。そうですね。なくなったら困るんで。そうです、ね。確かに。そうです。勝手に売られたりとか。そうですね。そこはね、しっかり。なるほど。なので、いや、本当になんか聞けば聞くほど、なんか日本人を、ね、貸すよりも、そうですよね。本当に安心なんじゃないかっていうのが。実は。そうですよね。だから本当にだから、あとは、大吉さんのそこのハードルみたいなのだけ下げてもらえれば、なんかいいんじゃないかなというふうには。一回固定概念というか、そういうのを取っ払って、実際に受け入れてみると、また変わると思うので、何よりもやっぱり若い子たちで、真面目な子たちが来るので、実際に会ってみたら、もう可愛いなってなるんですよね。ああ、頑張ってね、仕事っていう感じで。だから、はい、ぜひ前向きにね、捉えていただけると私としても嬉しいです。そうですよね。佐々木さんにとっても、やっぱり、そういう方たちが活躍してくれるというか、はいはい、ちゃんとその、ね、生活してくれるっていうところのやっぱ思いみたいなのもあるわけですね。そうですね。もう本当に、まさにそこが重要で、私自身、その、インドネシアはどんどんまだ人口伸びてって、日本は人口減ってく一方じゃないですか、だから現地でも仕事にありつけない子っていうのが多いんですよね、でそういう子たちを日本で働く機会を与えて、でかつお互いがいい感じにいい関係を築けたらっていう思いでやってるんですけど、もう私が実習生に対して何度もきつく言ってるのは、もう本当に、まあ、私インドネシアなんですけど、もうインドネシア人の代表として日本で外国に生活しているっていう自覚を持って臨みなさいというふうにきつく何度も言ってるので、そういう思いで学校も運営しています。はい、もういいですよね、そう代表してやってるんだと。そうなんですよ、だからそこでやっぱりなんか変なトラブルみたいなのが、ね、ないようにってことで、もうそういう気持ち一点で、やっぱり技能実習ももともとは中国籍の方が多くて、で今はベトナムの方が多くて、で今次はインドネシアがブームになってきてるんですね。なのでインドネシアが増えた後でもやっぱり悪い評判っていうのが起こらないように、一人一人に対してその私たちの現地の学校も責任はあると思うので、はい、そこは安心していただいて、どんどん外国人のバックアップで入居
させていただけると私としても嬉しいです。うん、はい、ありがとうございます。はい、なのでぜひですね、この見ている大家さんね、うん、あの外国人に受け入れるっていうところもありますし、あとはなんかそういった企業さんになんか紹介してもらうといいですよね。うん、そうですね、はい、ぜひぜひお願いします。実はこういった教育してちゃんと送り出してるよっていうところが、はい、なんか広がってもらうと、もっともっと、はい、幅広くなるし、はい、なんかここ足りてないよとかあればご連絡いただけると、うん、もう若くてやる気のあるかつ日本語もうまい子たちを紹介できるので、ぜひぜひお願いします。そうですね、あのせっかくなんで概要欄に、はい、あ、ありがとうございます。はい、あのホームページとか連絡先とか載っけておきますので、助かります。はい、ぜひですね、はい、あのお問い合わせいただければと思っております。はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました。